今日はですね、横浜アンセチュフランセっていうフランス文化センターがあるんですけど、そこでちょっと授業を受けさせていただくことになったので、皆さんにレポートをしていきたいと思います。今回アンセチュフランセ横浜に行ってみました。イルゾンテステポヌというキャンペーンの一環でアンセチュフランセ横浜の授業とイベントを体験させていただきます。アンセチュフランセはフランス政府公式機関として語学講座や文化講座を開講したり、また年間を通してお祭り、展覧会、コンサートなどなど様々な文化イベントを開催しているフランスの文化センターです。今回好きな授業を体験させていただけるとのことだったので、一番興味を引いたフランス都市の歴史 Faites marquantes des villes de France という授業を選びました。講師はフランス人のジェレミー先生で、最初から最後までフランス語で進行しました。この授業では毎回フランスのある都市に焦点を当てて、その都市の歴史を紐解きながら学んでいくスタイルでした。ちなみに今回取り上げられていたのはオランジュという南仏の都市で、ローマ時代の遺跡が残る歴史的な街でした。Merci pour aujourd'hui, le corps, c'était bien. Je vous en prie. Il s'agit de décrire des destinations touristiques en France. Pas forcément touristiques, mais historiques. À partir d'événements culturels, historiques, on visite la France au travers de son histoire. D'accord. Chaque semaine, une ville différente. Il y a une demande assez forte là-dessus. Les étudiants sont souvent très intéressés par ce type de cours qui permettent de conjuguer, enfin d'allier la partie linguistique mais aussi la partie culturelle, donc il y a les deux. Les opinions de Poudre. Voilà, oui, c'est très proche, très bien. Je vais vous montrer la... もともとフランスの歴史が好きだったもんだから、はい、フランス語でフランスの歴史をこう考えたり、はい、話したりするというのに挑戦してみようかと。やっぱり先生にいろいろ聞いたり、わからないことももちろんあるんですけども、やっぱり通い続けることによって、友達も増えたり、そうなんですね、モチベーションは上がりますね。Le cours suivant, est-ce qu'on va traiter sur les différentes époques? Oui, bien sûr. C'est pas uniquement sur une époque, c'est sur toutes les époques. Et l'objectif final, c'est qu'il y ait des étudiants qui ont envie d'aller en France et qui ne s'arrêtent pas à Paris, uniquement à Paris, qui vont également en province, dans ces villes et villages qui ont tant d'histoire que Paris. これはまた別の日なんですけれども、革命記念日キャタースジュイエにも声をかけていただきました。今回は雫も一緒です。毎年アンセチュフランセで行われているパリ祭のイベントの様子をお伝えします。おめでとうございます。何をもらったの？いいな。ポムポムって違うな。ポムリーポムリー。フランス語をただ語学として勉強するだけじゃなくて、その文化的なイベントに参加したりとか、そういったまあ、なんだろう、語学だけじゃなくてそれ以外とのことを親しみつつ勉強していきたいなと思ったのがきっかけです。フランス的なこう和気あいあいとした雰囲気っていうのがあると思いますし、いろんなフランス文化とかも学べる講座とかもいろいろあるので、まあ、フランスに少しでも興味ある方はぜひお越しいただきたいなっていうふうに思ってます。は
い、皆さんいかがだったでしょうか。アンシテチュフランス横浜に実際にお邪魔してレポートをしてみたんですけれども、思ったよりもみんな和気あいあいとしてて雰囲気すごい良かったです。最初は語学学校のイメージが強かったんですけど、実はそれだけじゃなくてフランスのことをよりよく知っていける授業とか、みんなに開かれたイベントがたくさん用意されてたのがすごい自分的には良かったです。私もこれからもっと語学だけじゃなくて今まで知らなかったフランスについて知っていきたいなと思いました。アンシテチュフランスは今回訪れた横浜以外にも東京、関西、九州、あとヴィラ九条山にもあるので、もし近くに住んでたら行ってみたら面白いんじゃないかなと思います。では今回ビデオ見てくださってありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。